供給卓を打ってみます。もし皆さんの中で配布を見れる、配布の見方が分かる方がいたらアドバイスもらえると助かります。公式ホームページに飛んでリプレイデータをダウンロードして、開くと開かないんですよね。ダウンロードはできる、ファイルをじゃ開く、そうすると画面、ウィンドウが立ち上がって、数秒後にまた消えちゃう。自動的に画面が消える。配布はダウンロードできたんだけど、その開き方がわかんない。普通に開くと、ウィンドウが立ち上がってすぐ閉じられると。ということで、今、配布について初めてこう開こうと思ったんで、ダウンロードしてみたんですが、なかなか、ちょっと軽くググってみたりしてるんですが、なんか見れないという、記事が何個かあるんで、ダウンロード機能は作ったけど見れないのかなと。 MJ を立ち上げてる状態で開くと一回アプリ閉じてくださいと言われるんですが、閉じてから開くとウィンドウが立ち上がってすぐ閉じられると。よくわかんない検証で、ちょっと見たい配布、説明したい配布があったんで、初めてダウンロード、配布を使ってみようと思ったんですが、うまくいかず。トン一曲軟茶9ワンドラ。マンズ2メンツ、ソーズ1メンツ、ピンズの真ん中で1メンツと。いった形。リャンピンがちゃんとかなと。パーキュー層を落としていくのかなっていう感じです。Q1 ドラなんで、Q1 引いてもいいです。で、親は白を泣いて、ピンズかドラ絡みと。まあピンズっぽいですね。で、最初の構想通りピンズの真ん中持ってきたんで、ニューピン、ローピン引いて、真ん中に寄せて、四五の三式と。親は白本一。右は掃除の色は、掃除の匂いはしますね。上はわかんないです。はい、通崩れのゴッド。毎度おなじみ親なのでドラ2枚を生かして掃除の本位置に行ってもいい手配、手格好ですね。自配が重なればですけどただ他でメンツできたんで関節層待ちあたりになるのかなと。まあ、みんな、面前で、リーチかかる形で攻めてきている。いやー、ちょっと迷うな。ちょっとこれ、わかんないです。
ちょっと転配のスピードを優先して、私の手配、一応ピンズが一番安全そうに見えますね。なのでローン上がりもあるかも。特にパワーピンですね。ピンズは通りそう。マンズはわかんない。B 数値層の筋は切れない。みたいな。そんな感じがするんで、あれ切ってきた。上は完全に攻めてきてますね。スッチッソを叩いてくるってことは、イーシャンテンでリーチ来るかなと。ピンピン3枚、パーピン4枚。12000。まあ幸先良しですね。もう一回12000あたりを上がって打ち争い下でどうぞという立場にやっていければトップも見えてきます。4面2が見えてないな。マンズ1面2、ソーズ1面2、ピンズ1面2。まだ3面2しかちょっと自分の中で見えてないんで、これはいらないな。この、ここは一応面2として持ってますけど、本戦はロー装備機、ユー装備機ですね。まあ偶然入るっていうこともあるんで、一応形として持ってます。右の捨て牌変則手。変則手ですね。一見国士ちゃんだけ。まあ、最悪白のみで連チャン狙いも考えて、ちょっとこのリーチは国士ちゃんだけなんで、いやでも、そんな7巡目で、国士転配とかは、あ、シャア4枚切れなんで国士はないですね。シャア4枚切れなんで国士はない。ちゃんだけですね。それか単純に手が良くて、チュンチャンパイばっかり、手の中に余ってるピンフケとか。白はポンだな。白はポン。白は生きなきポン。ポン。ポン。ちょっと相手の手牌覗いてみたい捨て牌ですね。向こうのリーチ。予想通り、ちゃんた系なのか、全く違う。手なのか。これは満ピン掃除の真ん中で4面値できそう。このあたりですね。いいそうじゃんとでもまあよしと。注目すべきは、ドラ切ってもいいな、もうなんか。
イーソーギリかな。ちょっと迷った。イーソーギリが静着かも。上はまだ点差離れてないんで、上が、三蔵恨めりましたね。これはちょっと痛い。しかもちょっと切った後に自分があってなってるんで、ミスかなと。まあ引き戻してよしと。左はパーピン3枚手出しなんでよくわかんないですね。意味不明ですね。本一でもなければ、なんか役満狙ってんじゃないかなみたいな打ち方ですね、これ。よくわからんってやつです。チュン泣いてるし、チートイとかも ないわけで。マンズの本一でもパーピン3枚切っていくかな。あ、まあ、マンズっぽいですね。で、まあ、ポンが2人入ってるんで、手を切った時点でロンかポン入るのは当然な話なんで、この手はペー短期待ちになるんだろうなと。ペーを切るぐらいだったら、脳天でいいです。多分、ペイはどっちか2枚持ってて、ロンパイになってると思うんで、ただ2枚持ってるってことは残り1枚多分、あるかなと思ったリーチですね。あとは親リーなんで30。偶然積もった、偶然出てきたら美味しいですし、このリーチでベタ折りになる可能性も大いにあるんで、まあ、脅しも兼ねて偶然上がれたら、勝ち確定みたいな、リーチ。上折りましたね。上折りたんで、上脳天。左は、左もなんか降りてるんで、上左脳天ですね。泣いたけど、手が進まなかったから降りました的な。あれ？上ポンしてきた。まあ、どっちか天敗の場合はペーのシャンポン待ちになってると思います。あれ？左張ってたか。まあ、上がペーシャンポンで持ってて、右の人は当然ペー切れないんで、1枚抱えて脳天。左の人は本一張ってるんで、まあ、突っ張ってたのか。たまたま変物切っただけ、みたいですね。まあ、意図せずチートイに偶然なるっていう可能性も考えて、トイツは一応持っときます。ダブトンポン、赤ウーギリ。ダブトンポンの赤ウーギリ。上がタンヤをドラドラ確定。親は、手牌狙ってるっていうよりは、ダブトンのみでいい連チャンの上がりですね。なので、赤ウーも、切ってきたと。ただ、赤入りマージャンは赤1枚ぐらい入るのが普通なんで、ごっぱかなと、親は。上はタンヤをドラドラ。よくて、マンガン。クなし、チューンなし、初は一割か。ちょっと3人ともそこそこの高さは6球ピン切りたくねえけど、チートイを見るんで切る。
まあドラ短期で64転廃。タブトンのみ、まあ予想通り、連チャン狙いのタブトンですね。ドラ1枚入ってるかぐらいの。曲が進まなかったんで、自分で上がって、トン3、トン4を流して、トップを取りたいとこです。上はおたかずのペーポンなんで、チュントイツのマンズホンイツですね。おたかずのペー内って本一のみっていうのはないんで、ないっていうか私の感覚ではちょっと、メリットとデメリットが比例してないので、チュン統一ぐらいであれば、本一ドラドラ、まあ、チュンが出ればポンもできるっていうことで、おたかずのペーから泣く可能性はあります。あ、小さくちゃう。ポンか。889から9も出てきた。染まってんのかな、もう。あ、予想通り、チュン2枚のポイントですね。ちょっと染まってたのは、びっくりですけど、まあ、手格好は比較的読みやすい泣きですね。泣くと基本読まれますね。読みやすくなっちゃうんで、まあその読むのも楽しいし、やっぱりと。手牌と雲霧手出しを見ながら、読みがバチッと当たった時に、また、本来の麻雀の楽しみ方とは違った面白さがあります。上に一上がりでトップ取られるんで、ここはドラのイーソなんかいらないんで、点数は求める場じゃないんで、ルーピンにつけて、まあ手が高くなっちゃいましたけど、ルーピンに両面でくっつけて、ペンチャン落として、ピンフドラ4と。降りれないですね。ここは自分で決めないと逆転される。左は今ならイーソーイーピンシャボ狙えるかな。次の順目で6球ソー入ったらリーチですね。ルーピンにくっついたら、E ピンを落としていくかなと。ごといつになっても、チートイは見ないと思います、多分。あ、予想通り。予定通りですね。で、リーチは必要ないかな。球層が残り1枚かな。ここは私がリーチかけても、どうせ攻めてこられるんで、それだったら闇で十分。親に上がられた時点でトップ変わるんで、ここは、自分のローピンは親の天物。マンガンを振っても2チャに落ちるか。左右にマンガン振ると2チャに落ちる。
ピンフドラ4、スーピンが残り1枚、シーピンが残り3枚、脳天だったか。ちょっと脳天は意外でしたけど、3人脳天は意外でしたけど、本当は自分でちゃんと闇でピンフを上がって、まあ、自分で最後を決めたかったところですけど、まあ結果オーライと。まあ7段に向けてと、あとマイル貯めて1日2回ぐらい打ってるようになるといいですね。1日1回だと、1茶取らない以上は。1茶取らないと、1回で終わっちゃうんで。とりあえず、1茶取れて、よしと。チケットはまだ消費されていないので、時間あったらまた打ちたいなと思います。どうもありがとうございました。